山本七兵、山本七兵、山本七兵、1921年、大正10年12月18日から1991年、平成3年12月10日は、山本書店店主、評論家として、主に太平洋戦争後の保守系、マスメディアで活動した。当初、日本人とユダヤ人の著者ではないかと言われることについて、山本は、 私は著作権を持っていないので、著作権法に基づく著者の概念においては、著者ではないと述べる一方で、私は日本人とユダヤ人においてエディターであることも、ある意味においてコンポーザーであることも、否定したことはない。とも述べている。あとに、1987年の PHP 研究所主催の研究会では、以下のように説明している。 山本書店を始めた頃に帝国ホテルのロビーを現行の構成作業にしばしば使用していたところフランクロイド・ライトのマニアということがきっかけでジョン・ジョセフ・ローラーとその友人民社ホーレンスキーと親しくなったキリスト教が日本に普及しないのはなぜかという問題意識のもと3人で色々資料を持ち寄って話し合っているうちにまとまった内容を本にしたのが日本人とユダヤ人である ベンダ3名での著作については、ローラーの離日後は、ホーレンスキーと山本のが作である。ローラーは在日米軍の海外大学教育のため、来日していたアメリカのメリーランド大学の教授で、1972年の大谷総一ノンフィクション賞受賞式にはベンダさんの代理として出席した。ホーレンスキーは特許関係の仕事をしている、ウィーン生まれのユダヤ人、妻は日本人。 稲垣武氏は、蒸気研究会での説明及び、夫人の山本玲子の証言をもとに、怒りを抑え死者、PHP 研究所、1997年、第九章、ベンダさんとその時代において、日本人とユダヤ人は、二人のユダヤ人、ローラーと、ホーレンスキーとの対話を参考とはしているが、構成も文章も、山本のものと結論付けている。同様に、 山本七平ライブラリー編集部もライブラリー13及び14文芸春秋1997年の奥付けの書質一覧の脇にベンダ3名の書作品はほぼ山本の著作もしくは山本を中心とする複数の外国人との共同作業と考えられるというコメントを付している2004年日本人とユダヤ人が角川湾テーマ21シリーズ 角川書店2004年から山本七平名で出版されたり、ベンダ三名で連載された、ベンダ三氏の日本歴史、諸君。文芸春秋973年1月以降22回掲載が、山本町、山本七平の日本の歴史、ビジネス社2005年として単行本化されたりするなど、山本の死50年以上経過してからは、ベンダ三名の著作が事実上、 山本の野として扱われることが多い。七平岩と書く戦いり KK ベストセラーズ、1994年では、息子である吉木の筆で、ベンダさんはあなたではという母の問いに対して、まあ、そういうことなんだよと答えたと記されてい、34ページ。日本社会、日本文化、日本人の行動様式を、空気、実体を、 空体語といった概念を用いて分析した。その独自の業績を総称して、山本学部と呼ばれる。山本は、現人心の創作者たちの後書きで、物心がついて、以来、内心においても、また外面的にも、常に現人心を意識し、これと対決せざるを得なかったと語っている。山本は、クリスチャンであるだけでなく、父親の親族に、大逆事件で処刑された。 多い姿勢のスケを持っていた。特に日本人のかつての教養であった中国古典に関する論考には独特なものがあり、論語の読み方、孫子の読み方、帝王学、上岸西洋の読み方など多数の論考がある。山本によれば、これらの貫石に対する研究は内村鑑三ら、戦前のキリスト教徒がキリスト教徒なら、 申しを読むべきだと主張していたこと、山本の父が内村の雑誌を読んでいたことに起因していると言っている。特に、孫子の読み方には、旧日本軍の将校時代に感じた、あまりにも非論理的な精神力万能主義のために、旧日本軍が負けという考察から精神論を廃した孫子を再度捉え直そうという姿勢が見られるという。 その山本が最も力を入れて執筆した作品が、現人心の創作者たちと、講子翼中将の処刑である。現人心の創作者たちは、いかにして、その思想が生まれたかを探求した作品である。講子翼中将の処刑は、朝鮮人でありながら帝国陸軍で中将まで昇進した講子翼を扱った作品である。広氏は帝国陸軍の軍人である一方で、 抗日運動家と秘密裏に関係を持ち、その家族を支援するなど、自身が抗日運動に参加することは拒んでいる、極めて複雑な生き方を強いられた人物であった。広ロは太平洋戦争後、戦般として処刑されるが、軍事法廷において一言も発することはなかった。山本学は、社会学の中心理論である、構造機能分析に限りなく、 近いという専門の社会学者からの指摘がある。したがって、山本の本は、社会学を学ぶ者にとって、重要な文献となるようである。山本は、終始一貫して、在野の評論家として過ごしたが、在野の期間が長かった、小室直樹などから評価され、アカデミズムでもしばしば取り上げられた。1979年に、日本資本主義の精神が刊行された時、 要は、経済体制は、資本主義と社会主義のどちらが優れているか、ということがまだ真剣に議論されていた時代である。この、山本の本はユニークな、日本人、日本経済論として読まれ、あまり重要視はされていなかったようであるが、後のソ連解体や、共産権諸国の改革を経ると、現在では、資本主義か社会主義かという経済体制は、あまり重要ではなく、 その国に資本主義の精神があるか、あるとすれば、どのような特徴を持った精神かということが重要で、その特徴によってその国の経済の強みや弱みが生まれるということが理解されてきているようである。したがって、この山本の本は、早い時期に日本の資本主義の精神の特徴を論考していた点で高く評価されるべきものと思われる。 現人心の創作者たちは、日本の政治思想史、天皇制研究で、他の代表的な研究、例えば、丸山正を、日本政治思想史研究、現代政治の思想と行動、藤田正造、天皇制国家の支配原理などに匹敵する、研究という評価もされている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。